そういえばさ、しのちゃん、なんか取らないかもあるじゃない。てめえ何バカにしたような口聞いてんだ。というわけでございまして、動画を始める前にちょっと皆さんにね、重大な、告知がありまして、7月の19日に、本当に、僕史上本当に大切な、お知らせがあります。19日の20時に、その動画も上がると思うんで、ぜひそちらご確認の方、よろしくお願いいたします。それでは動画を始めたいと思います。はい、どうも、たけです。一緒に食べようかなって思う。いいじゃないですか。で、普段さ、和食好き、こってり系好きやん。そうだな。今回はマイティクに話してきましたよ。いいんすか。どうですか。ってきたのはなんとコストコの巨大ピザ。やったー。しかもダブルー。開けよう。俺まだ中に出ないね。せーの。何さっきやってそう。ダブル。うわー、これすげー、めっちゃうまそう。これをね、食べていきましょう。いいっすね。俺はなんか美味しいもの食べる企画って今日聞いた時は何も食ってきてないよ。ほんまに？うん、ほんまに食ってない。ほんまに食ってない。なんか口入れたんちゃう。ほとんど食ってない。ほとんど食ってない。ファミチキ食い割と食ったな。じゃあ早速食べていきましょう。このピアスちょっと子供っぽいやんか。撫で方が目立つ。俺めっちゃ撫で方なんすよ。木こりの妖精みたいな妖精っぽいよな、マジ。確かに赤の妖精。これでも21やけど。え、今何歳？21歳。これが色のチーズ乗ってるやつとマルゲリータです。いや、王道やないですか。じゃあいただきます。いや、コストコ最近行ってるからさ、なんかすげえ美味しそうに見えんのよね、このピザが。へぇ、お店に並んだ時に。ほう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 、まうめぇ。これ俺、めっちゃ塩れた。俺泣いたし、マイクいっぱいおるやん。ナスビかなと思って、朝か。おいしい、このチーズのやつめっちゃ。パン生地とこの上のチーズの間にね、こうケチャップがぎっしり入ってて味が濃い。いや、味濃いな。すごい美味しい。なんかうまいと思ったら結構渋滞で帰ってくるの時間かかったよ。何も食わんかったぞ。うん、思わないね。めっちゃ腹減ったんだって。まあでもね、マイクに一緒に食う企画やるからって言ってたのか。うん、京都にあるコストコなの。そこは近くて、言うてでも40分ぐらいかかんね。ちょっと冷えてね。冷えてはこれね。ちょっとね。でもちゃんと美味しいよ、それでも。うん、でも YouTuber あるあるやと思っちゃうけど、うん、嬢ちゃんと大食い企画とかさ、するときさ、ラーメンとか食ったりするときあるやんか。サムネ撮らないかんってなるやん。で、サムネってさ、やっぱ YouTube で結構大事やけどさ、いろんな写真撮ったりするやんか。うんうんうん、めっちゃ美味しそうやな、早く食いたいなとか思うんやけど、食うときは、あー、ちょっとサムネ撮るみたいな。ちょっとね。美味しいよ、こっち。ちょっとこれチーズやからさ、しつこいからさ、ずっと食ってたらきそうだけどさ、こっち行ったらまだこっちがこうやってきそうだから、交互に食ってったらいいんちゃう。多分味変わって美味しいと思う。なんで？ほんとや、うまくね。まあ、そういえば最近ようやく僕がずっと連れて行きたいって言った淡路島連れてったんですよ。ああ、行きました、淡路島。夏を先取りしようっつってな。島やからさ、まあ当たり前やけども、周りが全部海なんですよ。海が一番なんか夏を感じれるやん。まあ割と雨やったけど。誰やろ。影分身の術。あれあれあれ、影分身の術トリプルキル。あれ、ナルトのやつは淡路島なんですよ。温泉も良かったしね。あ、温泉今までで一番良くなかった。あの、淡路島ってでっかい橋があるんです。それを眺めれる温泉と、あと寿司連れてってもらって、うん、あのね、今回言いたいことがあって。何？久しぶりのバカンスでさ、美味しいもん国行こうぜみたいになって。あ、うん、で、まあ言うたら俺が全部こう手配して連れてったやんか。ああ、もうもう昼間はバーベキューみたいなんで、エビとか貝とか食って、うん、で、夜はお高めのこう贅沢しとって初めて行ったんだ。結構高いお寿司屋さんに行ったんですよ。ほんまに彼女って言うよね、女の子と行くような。おしゃれなとこやなんでこことタマちゃんで行くって話やけど、今日どうやった、一日何が一番美味しかったって聞いたらさ、昼間に食った焼いたエビって言ったら、寿司連れてったのにな。うちの弟と似てるなと思った。昔カニ道楽っていうカニ屋さん連れてった時に、食った時に何美味しかったって言ったら、グラタンって言って。まあそんな感じで楽しかったですね。並びパクった彼女できたら一番連れて行きたいところ。淡路島。うん、あそこの寿司屋とか。いや、そのでっかい橋が見渡せる、すっごいね、おしゃれなところでね、タバスコ欲しくない？ああ、そうやね。なんか淡路島もいいかもね。じゃあ調味料出してくるね。ああ、ありがとう。蜂蜜とレモン。レモン好きやな、あれも。ニンニクと。次どっち行く？あ、こっちかな。じゃあ、はい、でもこっちか。じゃあ俺、じゃあ一回レモン行くね。いや、あんか合うよな。
ほんまやな。口に入った瞬間に。でも味見はするよ、ちゃんと。割と。違う、これ。割と味見はするよね。ニンニク合うと思うんだけどな。なんかありそうでなかった感じだな。いる？いつかじゃあ自分。え、なんか女の子と会うてるとかない？ないわ。夜温泉行こうって言って。まあまあ結構。結構行ったよ。ああ。うまいな。うまいな。今度マキ君のチャンネルやってんじゃん。ニンニク1週間生活ね。誰とも会えんくない。確かに確かに。たまにニンニクチップみたいに乗ってるやつあるよ。あああるっけ。ほら、できてるんだ。蜂蜜とかは俺あんま蜂蜜かけるのそんないんだけど。俺も。あー、じゃあ見とこう。それだけ一口だけ。ここは試しに一口だけ一緒に行く。うん、せーの。なんなしやな。デザートっぽくなったでしょ。チーズと蜂蜜は別に合うねん。ピザソースがダメよ。好きな人は好きって感じやね。あの、おるかも。だから酢豚にさ、パイナップル入れるんとかさ、俺は苦手ないの。俺それが嫌いすぎてその曲作ったことある。どんなか。酢豚にパインは許されー。俺やったら茶虫に椎茸あれ入ってたらマジで悲しいだけ。なになにびっくりしちゃった。腹は半分貸してあげる。うまかったぞマジで。ほんま好きやね。うめえ。これうめえわマジ。1回目でうまいと思うんだったらほんま、ほんまやね。うまいな。なんかそのタイツが一番なんか口臭に残りそうやけど、代償やな、この美味しさの匂いと。匂いとその代償を追っても食いたい欲の方が勝っちゃうっていう。体にはいいんけ、ニンニクって。どうなんやね。できるやったらいいんじゃない。はい、ありがとう。いや、禁断症状出てるよ。はいはい。いや、めっちゃ決まる、決まる、決まる。決まってる。あーマジでほんま。兄弟で決め合ったわ。ちょっときつくね。確かに。割と食ったよ。ちょっと、お願いします。せーの。おい、ママちゃん、ちょっとお願いしていい？いいですよ。いや、めっちゃ美味しい豚肩につけたからさ、それをちょっと食べてほしいっていう。いいですか？はい。じゃあ一緒に食っていきましょうか。いいですか？まず普通に一口食ってさ、これニンニクかけたらめっちゃ美味しかったからさ、それで食ってほしい。オッケーです。いただきます。うん、うまっ。確かにピザが似合いますね。うまいね。世界一ピザ似合うじゃないですか。俺がピザに似合うじゃん。ピザが俺に似合ってくる。いただきます。おうない？いや、それぐらいいってもほんまに一口ガツンといっちゃってください。ガツンといっちゃって。たまちゃん、女の子と会うよってことない？お前会うやん、たまちゃん。一番会うやん。カットやん。かわいいやん。店出勤したいの。するか。うん、美味しいよな。マジうまい。うまい。腹減ってきた。腹減ってくるんだ。そこら辺凝集効果あるのかな、これ。あれよ、絶対。なんか食ったらなんか結構うわーってなる。食うたびに腹減るみたいな。こっちも合うんすか、ニンニクは。合う合う。マイキー、大丈夫か、マイキー。マイキー、マーちゃん、マイキー。うまいな。こんなにこってりなピザ食ってる横でさ、めっちゃリラックスしてるやん。ねえ、キ手伝ってくれへんのか。この前しかわいいな。にゃ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 。ハチミツ好きやな。プーさんや。当たり前ばかりに言ってくれよ。いや、マルゲリータでハチミツ。ハチミツめっちゃ元気になったっちゃうから、ニンニク100コラボ。めちゃめちゃ元気やった。タワちゃんも別でもう一個頼んでて。で、その時帰り、東京から大阪までマジでぶっ続け、うん、俺ずっとテンション高かったもん。ハイなってたやろ。めちゃめちゃハイやった。しかも、うまいね、あれ。うまいよな、あれ。マジでうまかった。爆睡やん。今日こんな横に寝れんな。うまそう。はい、うまそう。ごちそうさまでした。というわけで本日コストコの巨大ピザ2枚完食することができました。いや、大満足。うわー、うまかった。うまかった。どうでした、マイク。いやー、でもなんかあれやね、2つ味があるとね、うん、なんかいいね。いやー、味変も良かったわ。味変に結構救われた感ある。コスモのピザってこんなうまいんだね。あ、チーズはあんまやっぱ合わんね。どっちかっていうとレモン。あ、ちょっといい。あの、口臭い。
ッケーオッケーか、ちょっと次に触らんでいいよ、ちょっと次に、はいはい、めっちゃ恥ずかしくないよ、ダメなんよ、でも何何何何何何のツボ触らんでいいよ、なんで触るのなんか恥ずかしいからイジイジしてなあかんみたいな、終わらそう、オッケー、はい。